サイ、サイ、サイは、木、ヒズメメサイか、サイか、ライノサラタディに分類される構成種の総称。世界には5種のサイが厳正しており、アフリカ大陸の東部と南部、白サイ、黒サイ、インド北部からネパール南部、インドサイ、マレーシアとインドネシアの限られた地域、ジャワサイ、スマトラサイに分布している。厳正のサイは、体毛がなく、あるいは薄く、 寒冷地域には分布していない。かつて最下の属するキ木メモクは、四神魚から全神魚にかけて繁栄し、二百四十属と多様性を誇った。イの祖先たちは、ほぼすべての地域、過重域に分布した。特に全神魚には、陸上哺乳類史上最大の種、パラケラテリウムが現れるなど、繁栄を極めた。しかし中心魚以降は、 地球の寒冷化によって多くの種が絶滅し、また牛あもくなどの半数類の進化に押されて衰退し、さらには人間の狩猟と乱獲、開発によって現在の分布になったと考えられる。白菜は体長370から400センチメートル、体重2300キログラム、最大で3600キログラムという記録がある。原生種では、 インドサイシロサイはオスがメスよりも大型になるが他種は死ゆであまり大きさは変わらない。皮膚は非常に分厚く硬質で1.5から5.0センチメートルの厚みを持ち、格子構造になったコラーゲンが層をなしている。皮膚はあらゆる動物の中でも最高と言われ、肉食獣の爪や牙を容易には通さない。インドサイ等はダブついた硬い皮膚が特徴的で、 体全体が鎧で覆われているように見える。体色は灰色をしている種が多いが、祭は泥浴びを好み、水飲み場などでよくこれを行うので、土壌の色で茶色などを帯びたように見えることもある。スマトラサイを除き体毛がない。しかし、次回の外縁やまつげ、尾の先端に毛を残している。幼獣は、成獣より毛深く、成熟するにつれて体毛が薄くなる。スマトラサイは、 磁界も含めて全身が荒く長い茶褐色の体毛で覆われているものの野生種では泥にまみれるか抜け落ちあまり目立たない非常に大きな頭蓋骨は前後に長く後頭骨が立ち上がっている尾骨は大きく前か上にせり出し前上顎骨よりも前に飛び出る角が接合する部分は尾骨の表面がカリフラワー状に荒れている頭部に一本 インドサイ族、または日本、黒サイ・白サイ、スマトラ祭の角がある。ラテン語の古称及び、英名のライノのセイロスはこの角に由来し、古代ギリシャ語で花を指すリスと角を指すシリスを組み合わせたものとされる。スマトラ祭では、後方の角がコブ状に過ぎない個体もいたり、ジャワ祭のメスには角のない個体もいる。角は、ケラチンの繊維質の集合体で、個質の芯はない。 中実角。何らかの要因により角がなくなっても、再び新しい角が伸びる。白菜や黒菜では、最大1.5メートルにもなる。菜の角は、肉食動物に抵抗する時などに使われる。オスの方がメスより、角が大きい。目は小さく、視力は、非常に弱い。白菜は30メートルも離れると動かないものは、判別できない。嗅覚は、非常に発達する。 聴覚も発達し、磁界は様々な方向へ向け動かすことができる。脳は哺乳類の中では比較的小さい400から6 0 0ム。好調を持つ好調発酵装飾動物で必要とあらば樹皮のような硬い植物繊維質も食源とすることができる。単位であるため彩色が頻繁で半数しない。体は硬い皮膚に覆われているが、口先は柔らかく。 感覚に優れている。口先の形状は種によって異なり、種によって植生が微妙に違うことを示している。粉炭は白菜を除いて尖る。インド菜や黒菜は、上唇の先端がよく動き、木の枝などを引き寄せることができる。白菜は、頭部が長くて、唇が幅広く、竹が短い双方を一度に広い範囲で食べることに、適している。 24本から34本の葉を持ち、小球種と大球種ですりつぶす。詞式は1から2、0から1、0、1から1、3から4、3から4、3、3。アジアの際の化学摂取を除けば、剣詞及び摂歯は、痕積的である。これは、都市真児の衝撃への適応と考えられている。アフリカの際二種は前歯を持たず、その代わりに、口先、 分で餌を挟み取る。死は短く頑丈で、指跡は3本。乳頭は孔子の基部にあり、乳頭数は2個。清掃は陰脳内に加工しない。陰形は後方を向き、子ゆともに後方に向かって、尿をする。出産直後の幼獣はやや小型で、体重で比較すると母親の約4%、インドサイシロサイ約6 5ラム。 黒十キログラムしかない。世界には四属五種が現生している。しかし、地質時代を含めるなら、これらは、わずかな一部分でしかない。最下は絶滅した種を含めて分類すべきだが、ここでは、現生種の分類とその特徴を記すに留め。以下の分類は、応援、スミスマスイ、MSW3、和名は、応援、スミス、麻酔、英は、 MSW3 に従う。サイの進化は他のキヒズメメの進化よりも複雑である。サイは新生代初期に他種多したような変化を遂げた。特に前進魚から中進魚においては他のキヒズメメと同様に豊富な種を持っていた。ほぼすべての過重域に適応放散した。しかし、現在は絶滅の方向に向かっているように見受けられる。サイのいくつかの系統には、 平行進化の痕跡が見られるため、ここでは、最古の際から、現生の際へ続く系統に絞って記述する。従って、記述は主に死神予と、全神予に限定される。最は、死神予前期、約4700万年前に、他の鬼め目から分岐した。角のない、小さな際の祖先、ヒラキウス族のハイラキアスエクスミアスは、北米で発見された。この際は、 サイというより、バクや小さな馬に似ている。これを、最上科でなく枠上科に分類する専門家も多い。馬科の最古の祖先として、有名なヒラコテリウムともよく似ている。このヒラキウスから、最古のサイとされるヒラコドン科、トリプロプスが誕生した。しかしこの説には、若干の疑いが残っている。 死神予中期後半のヒラキウスと死神予後期のトリプロプスの種の間に地下形態の類似性が見られることがこの説の根拠となっているがヒラキウスのひづめの数は全死4つ、後死3つであるのに対しトリプロプスは死死すべてが3つのひづめである等の相違点もあるからだ。また、ヒラコドン科の多くが体長5フィート肩高一。 5から2フィート程度の大型動物であるのに対し、ヒラコドン化、トリプロプスが特筆すべき、小ささであることも注意すべき点である。いずれにせよ、死神予行期までに、サイは、ヒラコドン化、アミノドン化、サイカの参化になった。これらは、しばしば最上化としてまとめられる。死神予中期から、中心予前期、5580から2200万年前にかけて、北米、 ヨーロッパ、アジアに広がっていた。絶滅したとが、角を持たない。ヒラコドンカは、走る際、ランニングライノスとして知られ、足が細長く、快速に疾走することができ、原生の際よりも馬に似ていた。ただ、葉の構造はすでに際そのものだった。最小のヒラコドンカの種は、犬程度の大きさだったが、最大のものはパラケラテリウムで、 体長10メートル対抗7メートル体重15トン程度と推定されており、これは史上最大の陸上哺乳類であると考えられている。キリンのように木から葉を食べた。なお、このトガが口術の最下の祖先であることがわかっている。死神予中期から全身予前期にかけて北米、ヨーロッパ、アジアに広く分散、生息していた。一部の種は、 全身予行期まで残っていたものの、絶滅した。角を持たない。アミノドンカは、水生祭、アクアティック・ライノスとして知られている。このトガの種は、カバのような生態や外観を持ち、川や湖に生息し、水草も食べるなど、カバと同じような水生応を多く持つ。祖先がク類であることは判明しているが、他のニカに比べその祖先が不明確。 日本の丹田でも化石が発見されており、渡辺祭などの例がある。祭夏は、四神予行期に、ユーラシア大陸で誕生し、すべての原生の祭はこれに属している。かつて、祭夏の種は小型かつ豊富だった。全身予中期における、絶滅の波が小型種のほぼすべてを一掃するまでは、少なくとも26属がユーラシアと、北、アメリカに生息していた。 この絶滅の波の後でも、いくつかの独立した系統は生き残った。メナセラスは、豚程度大きさで、花の上部に左右に並ぶ角を持っていた。北米のテレオケラスはタル型の胴体と、短い詩を持ち、約500万年前まで生息していた。アメリカでは、先進予にすべてが絶滅した。原生の際は、中進予にアジアから拡散し始めたと考えられている。 最新の氷河家を生き抜いたケブカサイとエラスモテリウムがそれあたりこの領主は1万年前という最近までヨーロッパに定住していた。ケブカサイは中国周辺で約100万年前にいたことが確認されており60万年前にはヨーロッパに到着していた20万年前にヨーロッパで再び確認されケナガマンも素同様反映していた。しかし最終的には 初期の人間によってかられ、絶滅した。またエラスモテリウムは、体長5メートル、体高2メートル、体重5トン、前頭骨に、巨大な一本の角、長官は、速く走れる長い石を持ち、後進予中期氷河時代を生き抜いた巨大なイとして、知られていい。ユニコーン伝説の正体と考えられることもある。角のあるイは、前進予終盤から、中進予にかけて、 やっと歴史に登場した。原生の祭で最古の族は、1500万年以上前に出現したスマトラ祭族である。前後2本の角を持つ。スマトラ祭は、他の原生種との関係より、ケブカ祭との関係が密接だった。インド祭族のジャワ祭とインド祭の2種は、一角祭とも呼ばれ、角を一つ持つ。中心与中期までその祖先を遡れる。インド祭とジャワ祭は、 密接に関連しながら、アジアにおけるサイの主流となった。インドサイとジャワサイの祖先は200の400万年前に、分岐した。原生のアフリカのサイの起源は、中心予行期、600万年前のケラトテリウム、ニューマイライアパラダイセローズムキリなど諸説ある。原生種の両系統は、クロサイの祖先と思われる、ダイサースプレコックスの化石が示す先進予前期、150万年。 前に分岐したとされる。白菜と黒菜は、現在も非常に近縁かつ密接に関係し、互いに交尾姿勢上に子孫を残すことができる。蒸気の酸化以外にも、北米で一般化したフィラップス、テレオケラスのように、新生代には多くの種が発生した。草原や森林、熱帯雨林、湿地に生息する。スマトラ菜とジャワ菜は、 特に河川や沼の周辺に好んで生息する。サイは夜行性あるいは白明白母性である。母親とその幼獣を除けば、主に基本的に単独で生活するが、白サイは若者が連れ添ったり幼獣がいないメスで6から7頭の群れを形成することもあり、大規模な群れを形成することもある。短期間であれば、日陰や水浴びなどの際に集合することもある。 オスは通常、縄張りを持ち、尿や糞、足跡、スマトラサイなどでマーキングする。そして一生のほとんどを自分の縄張りの中で暮らす。縄張りの大きさは2から100平方キロメートルと様々ある。縄張りは厳密ではなく、繁殖期以外は他者の審判を見逃したり、縄張りが重なり合う。食料事情や繁殖のために縄張りの大きさも変動する。 昼間は、木陰で休む、水場で水を飲む、水浴びや泥浴びをして、体温調節したりする。水浴びや泥浴びを好み、前者は体温の上昇、後者は虫を避ける、皮膚は分厚いが、表皮は薄くすぐ下に血管が通っているため効果があると考えられている。白明治や夕方に食物を摂取する。食生は、植物食。 近くに水場があれば毎日水を飲むがアフリカ大陸に分布する種は4から5日は水場へ行かないこともある。また塩やミネラルを摂取することが重要で塩を舐める行為が社会的意味を持っている。またスマトラサイやジャワサイは塩分を取るために海水を飲むことがある。クロサイやインドサイは最高時速 55km で走ると言われる。 インド祭については、洋出展。硬い皮膚と大きな体育を持つことで、肉食獣に襲われて捕食されることはあまり多くない。しかし、養獣はその限りではない。体制。オス同士では、黒サイと白サイは前方の角を、他種は下顎の牙状の葉を使い激しく争う。妊娠期間15から18ヶ月、スマトラ祭は8ヶ月とされるが、 多種と比較すると極端に短いため、未確認とされている。種によってまちまちだが、オスは約8から10歳で性的に成熟し、メスは5から7歳で成熟する。飼育下での寿命は35から50年、野生では25から40年程度と言われている。前述の通り原生の際は5種で、そのいずれもが絶滅の危機に瀕している。 かつて人間はサイを狩猟し食料としていたとされるが、現在の生息数減少の主な原因は、生息域の開発と角を目当てにした密漁で2008年から急増し、現在進行形の脅威である。サイの角は、コカイン、ヘロイン、金よりも高値で取引され、場所によっては1キロあたり2万5千ドルから6万ドルで取引される。サイは、 古代から人類と関係を持っていたと考えられている。現存する人類最古の絵画であるフランスの小部、洞窟壁画にも、サイ、絶滅した毛深イと考えられているは描かれており、これは1から3万年前のものである。1515 15年、アルブレヒト・デューラーは、サイはリスボンに輸入された時の様子を描いた無名の画家のスケッチをもとにして、有名なサイの基本画を創作した。 デューラーは実物を見ることができず、描写は幾分不正確だが、この木版画は、動物を描写した作品のうち、これほど芸術分野に、多大な影響を与えたものはおそらく存在しないとまで、言わている作品でもある。蔡は、西洋において何度も参照され、絵画や彫刻に影響を与えた。蔡は、動物図譜に記載され、日本にも伝わり、谷文潮がそれを模写をした。 サイズを残している。ビルマ、インド、マレーシアでは、サイが火を潰すとする伝説がある。神話のサイは、バタック API の名称で呼ばれ、バタックは、サイ、API は火を意味する。森林の中で火が燃え広がるとサイが現れ、それを踏み消すとされる。なお、この事実が確認されたことはない。しかし、この伝説は、映画、ザゴッツマストビー・イ・クレイジー。 放大ミラクルワールドブッシュマンで紹介され有名になった。日本や中国では水彩と呼ばれる動物が絵画などに見られる。頭には角、背中に甲羅、足にはひずめを持つとされる。平安末期の国宝鳥獣人物ギガのおつまきには、虎、象、獅子、麒麟、竜といった海外の動物や架空の動物とともに水彩が描かれている。 江戸末期の北斎漫画にも水斎が描かれている。世界遺産日光東照宮の拝殿当面、妻高良下にも水斎、通天斎ともが彫刻されている。中国では、現在でも、斎の角で作られた彫刻や工芸品が重宝され売買されている。中国の検索サイトで斎角を検索すると、検索結果に価格や鑑定方法が上がる。2016年現在。 西洋諸国のサーカスでは、サイを使う小プログラムがある。現在、多くの国の動物園で、サイは飼育展示されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。